どうも MJ です。 MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、 PS4 フリーダムオブアメリカっていう MOD になります。こちらの MOD はですね、新たに武器が追加される MOD となっております。追加される武器としましては近接武器となりまして、巨大なアンカーとなります。で、武器の入手場所となるんですが、新たにロケーションの方も追加されるようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、武器だけではなくロケーションの方も新たに追加されるようになっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと有使用モッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような武器が追加されたかご紹介の方をしていきます。で、武器の入手場所としましては、ウォールデンポンド近くに新たにキャンプフリーダムオブアメリカというロケーションの方が追加されるようになります。モッドを導入した時点ではマップの方にロケーションの方は追加されておりますが、ファストトラベルの方ができなくなっておりますので、近くに行っていただければファストトラベルの方も可能となります。で、現在はですね、武器の入手場所となります新たに追加されましたキャンプフリーダムオブアメリカの方に来ております。それではですね、簡単にですが武器の威力を見ていきます。
せ。簡単なご紹介となりましたが、このように武器と武器の入手場所となります新たなロケーションが追加されるモッドとなっております。ユニークで強力な武器となっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回は PS4 フリーダムオブアメリカっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。